はい、おはようございます。出来川です。こないだ、缶と瓶とペットボトル捨てるのやってましたけど、今日は、10ヶ月貯めた、燃えるゴミを捨てに行きます。ちょっともう今ね、7時45分ぐらいなんすけど、これやったらなんて映らんかな。はい。8時までに出さないとね、もう捨てられなくなっちゃうんで、明日引っ越しなんで、頑張ってまいります。案外ね、そんな量でもないかなっていう感じ。10ヶ月貯めたところで、では、参ります。はい、ゴミ捨て場です。歩いて、徒歩1分ぐらいかな。現状こんな感じですね。今日は燃やすゴミの日でございます。なんかね、あれ今日って金曜日だから、なんか有害ゴミとかいう日でもあるんだ。だいたい10ヶ月住んでてね、初めてに近い捨てに来てる状態なんで、何もよく知らないんですけど。はい。さあ、これがどうなっちゃうのかやってみます。はい。ラストターンです。3回往復した。よいしょ。満杯。普通に閉まったね。閉まりましたね。いや、ちょうどいい具合に満杯で気持ちいい感じにやりきった感があるね。まあでも10ヶ月貯めたところで、この地域どうだろう、十数軒分の2日分、月水金がね、ゴミ分別、ゴミ収集だから、燃えるゴミにしかならんって思う、ちょっと悲しいところがありますね。なかなかね、ゴミもね、貯めようと思うと大変なんだなって思いました。まあでも焼却処理しなければ、一人頭あれだけのゴミがずっと溜まっていくと考えると、その1億2000万倍あると思うと大変なのかもしれないですね、と。そんなゴミ行政に思いを馳せながら帰りたいと思います。